ホットスパーは1936年浸水のイギリス海軍の駆逐艦。HQ。スコッチ社グリーノックズ汚染で1935年2月27日に寄港。1936年3月23日に浸水。1936年12月29日に収益した。ホットスパーは第一次、なるびく海戦、またパン岬沖海戦。 ギリシャからの撤退作戦に参加した。また、1940年9月25日に、ジブラルタル沖で、フランス駆逐艦、フグー、フロンデュール、エペ、フルールと交戦し、1941年6月9日に、駆逐艦、ジェーナス、ジャッカル、アイシスと共に、シドン沖で、フランス駆逐艦エパール、バルミと交戦した。 1941年12月23日には、ソルム北方の地中海で、駆逐艦イスティと共同で、独占水艦 U-79 を沈めた。1948年11月23日に、ドミニカ共和国へ売却され、当時の同国の独裁者、ラファエルトロヒーヨにちなんでトルヒーヨと命名される。ラファエルトロヒーヨが暗殺された後の1962年に、 同館はハイチからの独立戦争の英雄の一人、フアンパブロ・ドゥアルテにちなんでドゥアルテに改名された。ありがとうございます。